皆さんこんにちは。以前、猿が作ったジョイント式のお箸ですが、これがあまりにも便利なので、職場用にも追加で作りました。今回も毎度のごとくなんとなく作り始めたのですが、途中から、どうせ作るのであれば前よりも良いものが作りたいという気分が高まってきたので、グレードアップ版を作ってみたので、良ければ最後までお付き合いください。ちなみに現在映っている映像は、以前、セリアの分割橋を加工した時の動画です、はい。このようにジグソーで切断して使いました。カットした断面をノギスで測ると、内径が 5.2 から 5.5 ミリの穴が開いています。この部分に木製の箸を差し込みます。セリアの分割橋はジョイント部分がネジになっていて、有名ブランドでよく見るタイプのネジ込み式です。ネジ込み式は、単純な差し込み式と比べると、食べている途中でジョイント部分が緩んでくるようなことが少ないので優秀だと思います。映っているように箸のちょうど良い太さの部分をノコで切って使いますが、口に当たる木製部分の材質次第で箸の使用感も変わります。木が硬いので紙やすりでは削れないですね。木製の箸は口に当てた時に金属よりも感じがいいので、猿にとって箸の先端は木製が絶対条件です。竹やすぎのようなソフトウッドだったり、柿やくるみのようなハードウッドだったり、いろいろありますが、猿の好みはハードウッドです。なぜなら硬い木の方が口に当たった時に感じが好きだし、木の先端も長持ちしそうだからです。そこで今回もセリアで硬そうな木の箸を買ってきました。ちなみに、ステンレスを切る際は、ジグソーがなくてもステンレス用の金の子があれば、手でも簡単に切れるのですが、面倒くさがりの猿は電動工具を使っています。今回グレードアップさせたポイントは、箸の先端も持つ部分を全て木製にすることと、置いた時に転がらない箸を作ることです。以前作った時にも使ったセリアのステンレス箸は、少し細身のせいか、もう少しだけ太い方が持ちやすい気がします。合わせて、持つ部分が金属製よりも、木製の方が握った時の感じがいいので、加工しなきゃならない部分が増えるのは面倒なのですが、理想的な箸を作るために頑張ってみました。作り方は前回とほぼ同じなので、途中を端折って静止画で紹介すると、あっという間に完成です。これを見て皆さんはどう思うでしょうか。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、そう、これ、長さの配分が悪いんです。ジョイントよりも先端の部分が短くて、手で持つ部分ばかりが長いために、せっかく分割しても、そこまでコンパクトに収納できません。また、先端が短いと、例えばカップ味噌汁をかき混ぜるときにジョイント部分がどっぷり汁の中に浸かってしまって、ちょっと嫌な感じです。そこで、グレードアップ版なんて偉そうなことを言った手前、改善するために、もう一本同じ箸を買ってきてやり直しました。もっとも、今回は、ハンドルーターを使ったので、前回よりも木の加工は簡単です。ハンドルーターは前から持っていたのですが、出番がなくて今回の動画で初登場だと思いますが、箸のような細いものを作るときには結構役立ちました。これだとね、ちょっと先端が短すぎるんだよね。こうやって汁物をかき混ぜるときに、このね、ジョイント部分がね、使っちゃうんですよね。それはちょっと気持ち悪いというかね、あまり衛生的じゃないというかね。で、見たらわかるんですけど、そうなんですよ。こっちが長いのに対して、こっちが短いもんで、例えば収納するときも、こうやって収納すると、こっちが余計に長いので、例えばこういうスキレットカバーかななんかに入れても、こっちだけね、飛び出しちゃうっていうね、なんかバランス悪いんで、それがね、少し気になるんですよね。この八角形でね、転がらないし、太さもいいし、すごい理想的ではあるんだけどね。持つとこも木、先端も木。ただ、まあ、あえて言うとやっぱ先端がね、細すぎるのはね、私あんまり好きじゃないっていうこともあるし、これはちょっとね、改善したいなと思って、結局また別のね、もう一本箸を買ってきました。セリアの同じ八角箸っていうのかな。八角形のね、転がらない箸なんですけどね。で、先端ね、切ったんです。で、まあ1センチぐらい切ったんですけどね。ただね、そうするとね、この内側、ちょっと見にくいんですけど、中心がね、ちょっとスカスカで、
なんかね、ダメだったんで結構削ったんですよね。4センチぐらい結局削っちゃったんですよね。でその分先をね、スカスカじゃなくなったのでちょっと丸めて、まあ、ちょうどいい長さにしました。でこれがちょうどいい長さなんで、その真ん中にこのジョイントを持っていきたいなと、金属部分を、ということで真ん中両方から10センチずつぐらいなんですけど、ここにね今ちょっと、切り目を入れてます。ルーターで切ったんですけどね、もうほとんど切れてるので折ってみましょうか。はい、こういう感じね、こういう感じでねできてます。これもね折ってみましょうか。はい、こういう感じですね。はい、じゃあこれを使ってもうちょっと太い箸をね作れるかなと思うんですけど、そうするとね穴の内径 5.2 ミリから 5.5 ミリの幅なんですけど、こっちがね結構太いんですよね、6ミリちょうどありますから 0.67 ミリかな、削ってやんないと入らないという状況なので、もうねちょっとヤスリで手でやるの大変なんでね、あのハンドルーターを使ってね削ろうと思います。まあ今日はねそんな加工になります。なんせ理想的な箸を作りたい、あのそういうことですね。よろしくお願いします。大体いいね。これでいけるんちゃうかな。こういう感じね。おお。いいね。おお、いいね。いいんじゃないですか。いいですね。まあかなりギリギリなんで、接着剤なしでもいけると思うけど、まあ一応接着しとこうか。これぐらいでしょ。いいね。いいね。ケノン？ケノン？ケンオー？ケノー？よくわかんないけどね。ルーターマスター2。これめっちゃいいです。でも比較的安いんだけどね。これ一番多分いいかな。ルーターもね、ハンドルーターもね、いくつか使ったことあるんですけど。結局これあのリピート買いしてますね。あの人のやつも以前買ってあげたんで、2つ目ですね。ということで早くも完成しました。ご覧の通りスキレットハンドルカバーへの収まりも良くなりました。そしてジョイント部分の前部の長さもバランスが良くなり、先端はまるで鉛筆のように削ってしまいましたが、この角度が使い勝手抜群でした。とってもいいような気がしますね、こういうもんでもね。非常に持ちやすいです。うん、これだったらジョイントがね浸かることもないのでいいですね。長さとしてもね。ランチタイムはこうですね。開けると、はい、ここにね
ハマってるんです。ちょうどいい感じでね、はい。で、シェラカップに、まあ、お茶とかねコーヒーとか、そしてここはランチボックス、今何も入ってないけどね、こういう風にして、いただいてます。したがって、まあ、本当にねコンパクトに持ち運べて、その中に全て収納できて、でまあ転がらないのでね、八角形なんでね、こんな風な感じでとっても便利ですね。このスタイルはねちょっとね慣れるとねなかなか手放せないようなスタイルになりますので、よかったらね皆さんもぜひ挑戦してみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。